みなさんこんにちは話し方研修講師のじゅんじゅん先生こと北平純子ですどういう人が見るといいですかというご質問を頂戴していますどういう方が私のこう研修や話し方教室そしてセミナーにこれまで来てくださったかっていうと本当にこう私自身も主婦をしてますから主婦の方ママの方 という方はもちろんですし大企業の私企業研修もさせていただいたり商工会議所の研修や何,何々組合みたいなところの勉強会の研修そして社長さんの研修なんかもさせていただきましたからどういう人かっていうとコミュニケーションをとる必要がある人全ての方に是非見てほしいなとは思っています。 ただ今特にあの力を私自身も入れてますし多くのそういう方がよく来てくださるっていう傾向の中では、えー、プチ企業ですねちょっとこうあの自分でやってみようという女性の方やフリーランスの方そして企業のリーダーになりましたという方やワーキングママ またサロンの経営者の方がこのスピーチを学ぶということを多くしてくださっています。今はあのフェイスブックとかブログとかそういったソーシャルネットワークも、えー、活用されて、こう表現をするっていう場が広がってきましたよね。で、そういったところでこう文字や写真、プラスアルファ動画え、さらに交流会での自己紹介。 たくさんの方々が自分を表現するということが必要ににななっっててききたた時代になってきましただからこそ人前で話すことができる自分をちゃんと伝えることができるそんな力がです、ね、あなた自身の人生も変えていきますし収入も変えていくんじゃないかなと思っています。 多くの皆さんに活用していただきたいこのセミナーの DVD、ぜひあなたの人生をこう変えるきっかけにしてみてください。